スレパン嵐に仕上がれ。違います、あ、違います、違うファン来ちゃう、終わっちゃったからさ、番組終わっちゃったんだよ、受け継ぐメンツ、ね、でも連名でね、あの石川家に寄付金をねやったっていうのがやっぱ素晴らしいとこだよね、嵐さんはね、あるけどさ、素晴らしいでございます。タイトル違うのよ、タイトル違う、タイトル違う、あらまあ、あらまあじゃないの、言い直してもらっていいですか。はい、スレパンミッキーのおととい来やがれこの野郎、すごいな、変なのついてる、感情こもりすぎて、始まりました、はい、ミッキーのおととい来やがれ新番組でございます。お願いします、よろしくお願いいたします。前回ね、はいはい、そうなんですよ、ゲストでね、新人役と迎えた3人で、そうです、そうね、まあ、なんか聞いたらすっげえ純正がたどたどしかったと聞いたけどいや違うのよ、お前スレパン代表なんだからさ、俺スレパン代表、あ、ユニットリーダーなんだから、え、聞いたこと、ユニットなの、そうよ、スレパンユニットリーダーでやってんのにね、お世話になりました、本当に終始ね、ミフミフにすごい引っ張ってもらったって、ミフミフにねえ、そんな感じ、そうなの。でも前回ね、うん、こう方向性の話をしたりとか、はいはいはい、コメントもいただいて、うん、どうしようかなってなった時に音楽の話題で盛り上がったので、で、この番組も、はい、レーベル様が、はい、スポンサーしていただいて、俺もヒロインミュージックさんのご提供でやらせていただいているので、ありがとうございます。こちら音楽に絡めた番組をね、いやマジか、やろうかなっていう話で、もさ、みんなさ音楽ってさ音楽ってさ、かかりすぎだ、みんなに寄り添ってるじゃん。いや、そうだけど絶対何かはあるの、何かって、何か絶対ずっと一緒に生きてるからね、絶対音楽ってみんなと共に生きてるじゃん。いはい、そうね、ゆるくやろうためじゃん、アットホームなはずなのに、めっちゃ真ん中の人熱量だ。いや、やっぱりヒロインミュージックに申し訳ないと思って適当にやったらさ、せっかくスポンサー様として、まあ そうね、確かにね、まあ、それはあるかもしれないけど、そうなんだよ、スポンサー様のご意向で、ご意向でね、アットホームにしようってことなんで、あ、そうです、まあまあ緩くねやりましょうよ、そうなのよ、まあ、だから皆さんにとっての音楽もエピソードとして、はい、発表していただいたりとかっていうね、うん、いいじゃん、毎回テーマを決めて、そう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 、そうなんです、すごいね、うん、いやー、いいと思います、ね、ありがとうございます。でも、はい、ミフミフもさ、ミフミフ気になる、ミフミフ気になる、何ミフミフ、いやでもこうやってさ一緒にやるのが初めてだから、まあそうだね、嬉しいよね、前回ね、番組として前回相方飛んでたんで、うん、そうそうそう、俺がね、カレーちゃんがね、そうなのよ、急遽怖くなっちゃって飛ばれちゃったよ、飛ばれちゃった、本当に飛ばれちゃって、なんでお前発信じゃないびっくりですよ、ありがとうございます、いや嬉しいですよ本当に、はい、コメントも、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、そう、みんなあのどん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 ツイ、あのツイ X? X でもう、はい、こちらですね、メール送って、X ですね、アットマークアットマーク F もつけてコメントしていただくと、こちらの方にコメント届けますので、ぜひ見てる方コメントね送ってくださり、ありがとうございます、本当にね、お願いします、ありがたいね、あ、 ありがとうございます。ありがとうございます。ユージさんからコメントいただいた。ユージさん。ユージ社長、ありがとうございます。社長なんだ。本番前に声聞こえとるぞ。あれ？何の声？いやだからちゃんとオンにしますって言った後に、あれ？あれ？とか言って、変にあたふたするから。あれ？あ、これ、あ、ええやん声聞こえても。いやまあね、そこら辺は、ね、うん、準備入ってるんだなと思って。なるほどね。ごめんなさいね。はい。コメントいただいてます。ありがとうございます。お写真付きのね。ほら、あ、お祝いのなんか。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、嬉しい。嬉しい。欠席カレー。おい、誰が欠席カレーやおい。お前解明した？俺欠席カレーです。スレナパンの欠席カレー担当で。今日来たな。はい。今日出席カレー。ね、あら、俺レコーディングの時の？あ、そうですね。写真で。アルバムの。常にこうやって胸を張って歌ってるっていう、いや違います、春日さん、春日さんスタイルの、春日さんスタイル、色違いの、あ、そうじゃない、はい、違います、すごいね、ありがとうございます、うん、嬉しいわ、こうやってラジオできてね、はい、ありがたいね、え、じゃあちょっと番組のご説明を、うん、どうしましょう、みふきちゃんからじゃあ、あ、やります、番組の説明です、まあ、どういう感じでいきますよっていう、うん、今後のね、今後ですか、うん、さっきねチラッと言いましたけど、うん、まあ、はいはい、音楽をね絡めて、はいはい、番組していこうということで、そうですね、あのゲストの方をこう毎回からあの招いてね、うん、はい、であのテーマに沿った音楽を紹介して、うん、そうね、それで音あの話を聞いていこうという、そのいいじゃん、いいじゃん、だ要はこう毎月イベントってあるじゃないですか、うん、じゃあ1月だったらお正月とか、うんうん、2月はじゃあバレンタインとか、うん、でそういうテーマで、いやいや、まあ2月は節分だろ、いや、じゃあ別に何なんだよ、え、何、
変な偏り方して恵方巻き食え。いや食うけど、うん、七草がゆもしたりするけど、するよ。何がバレンタインや。いやバレンタインもあるでしょうね。何がバレンタインの。いやお前嫌なんだよ。お前なんかいい曲出そうやな。次回いい曲出そうやな。何がバレンタインでキスやわ。あもう決まっちゃった。何がバレンタインデーキー好きやんけ。好きな方やん。なるほどね。いやだからまあそのバレンタインにちなんだあなたの思い出の曲と、うん、エピソードとかもあればコメントで募集したりっていうスタイルで、うん、今日も今日ももし行けたらで曲をでコメントで言ってくれたら、はいはい、あなるほどなるほどみたいな感じで、はい、で我々も今回自分たちの好きな曲とか、うん、あの思い出のエピソードのある曲を、うん、まあ持ってきてるのでまあこういう感じでやるんだなっていうので、うん、まあ初回放送ということで、はいいいねうん、今日はね1回目なんで、うん、おのおの好きな曲というので、うん、そうなんですよ持ってこようっていう感じなので、はいはい、まあ見てるねあの視聴者の方で好きな曲、うん、この曲よく聞くみたいなのがあったら、うん、もしよかったらぜひコメントで、そうですね、なんかあれらしいよでも皆さんしかも曲って普通ねなんか難しいじゃん権利の関係で、はいはいはい、だけどこれアフラックがオッケーしてくれてジャスラックやジャスラックジャスラックに保険、まあまあまあ、登録したんでもう何でも流せるみたいです入っといた方がいいけどねすごいそうなんですよびっくりだよねちゃんと流せてそう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 だからどん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 送ってください曲をありがたいですよ、はい、嬉しい嬉しいありがとうございますコメントもいただいて、うん、はいコメントいただきました、はいはい、ヒロさんからコメントいただきましたヒロさんありがとうゴローニャですこれゴローニャあゴローニャそうゴローニャのヒロさんですありがとうございますライブも来ていただくからですね、ねはいはい、好きな曲は野球が好きだから何年か前の高校野球の時にかかってた、うん宿命が好きですあヒゲダンだったそうだねあオフィシャルヒゲダンディズムさんなるほどね早速送ってくださって、ね、嬉しいね野球好きなんですねヒロさんあなんか野球ボールみたいな体してるしやめとけおい確かに高級の方の野球ボールだけどちょっと縫い目がねあそう怖い縫い目がある人ですそんなことないですなるほどね。あ、その高校野球の時の。いや、でも確かにこの曲聴いたら、高校野球とか、うん、あ、まあ、でも、もね、そう、特に毎年さ、テーマソングあるから、高校野球は。あ、ね、確かに。高校野球とか、ミフミフは。あんまり見ないですね。見ない。野球は野球。野球も。どこまで、こう、知ってるんだろう。えでも全然見ないかもしれない。それこそあの、うん、私小学校の時に地元があの西武球場が近いので、はいはい、お父さんがライオンズが好きところがいいね、はいはいはい、でライオンズであの西武球場よく行ってあ行ってたのにいいなそれ普通それで影響されるけどね普通は ね、 ねこの選手かっこいいとかね、はいはい、あるかもしれないけどその時の思い出はなんか球場行った時の思い出みたいな涌井選手かっこいいあやっぱりねしかも同じ誕生日で誕生日同じ誕生日そうそうそう嬉しいと思ったら涌井も嬉しいそうよ涌井が悔しいと思ったら私も悲しい同じ誕生日負けた日めちゃくちゃ、ま、ちゃなるほどねあそうだあワクワクも嬉しいんじゃないそうやって言われてお前何えもういつからオノマトペ芸人なんだ繰り返し使うタイプのすごいコメントが ありがとうございますどんどんいただいてありがとうございますたかこさんたかこちゃんたかこちゃんありがとうございますミッキさんセレパンこんばんはこんばんはいや今夜やろ合ってる合ってる合ってる一番グラスめっちゃかっこよくて好きですってお三方のラジオ頑張ってくださいねありがとうございますさっきそう聞いてくれて、うん、ありがとうございます、ね、毎回寝る前に、あ、そうなの？で朝起きてから。ありがとうございます。一番ガラスで挟んで人生を送ってるみたいな。おでおかげでね、再生回数がもう少しで1000回超えそう。あら、すごいじゃん。そうなんです。ね、あ、そう。さんのおかげです。僕らね、あの MV に出させてもらって。あ、そうなんですよ。すごい。はい。ありがとうございます。この番組もエンディングで使われてますんで、うん、はい、うんね、最後ら辺にはね聞こえますんで、よろしかったら聞いてください。応援してます。ありがとうございます。木谷が。発作を出しても気にしないでくださいね。そうなんです。これね、ちょっと説明がありまして、はいはいはい、ちょっと説明しちゃっても、私ちょっと知らないんで、説明して今早く、あのね、早く説明してよ。っていうのは知ってるのが言いづらいから俺だと、自分が言うとね、出さないで喋らなきゃいけるのに、お前のせいで、なんで、なんで。そうね、これが悪い今お願いします左さんがあのわけわかんないことをやり出すんですよ、うん、あのお笑いも脈絡も関係なく、はい、すっごい変なこと言い出すんですけど、はい、これ発作なのでお笑い発作っていうねなるほど発作が発動しちゃう時あるんで、はい、その時あったかく見守るっていうねそう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 それで ね、 いいね、うん、教えてくださったあれ最近
電車買ったらしいけど。電車、あ、電車。どう？電車。電動自転車どうの？電動自転車買ったん。そう。買いました。買いました。今ドライヤーは？あの高いドライヤーは。いやもう毎日使ってる。毎日使ってる、はい。お前めちゃめちゃチェックしてるよ。YouTube 見てる。YouTube 始めたから。いやそうあのね。そうですね。俺も見ましたけど。みくみくの YouTube で見てねぜひね。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ついこの間ね、うん、始まりました。歴史上の人物織田信長しか知らないんだって。そんな人いる？あれおもろいな。びっくりだよね。ちょっと。今日じゃあ未吹き会にする？いやいいですいいです本当に。未吹き会どこまで知ってるかね。やりたいよ。好きな色なんか知ってる？好きな色、うん？俺でもそこ見てないな。結構前半よ。もう飛び飛びで見てるやろ、うん。中途半端な気持ちでこの番組やりやがって。すげえ。ハキハキ言うタイプの。ピヨピヨにしてるぞ。あそこだけ噛んでる。甘髪のピヨピヨや。好きな色。好きな色。あでも白じゃない。茶色かな。茶色かな。うん。変なツッコミ方された。黄色です。あ、そうです。黄色なんですよ。一緒じゃん。全部見てくださってる。すごいよね。だからみふみの YouTube もねぜひね皆さんチェックしてください、ね、ありがとうございます。ね、あの金沢の方に旅行もね行ってね行ってた。すごいいい着物を着てね。そう、ツイッター見た。綺麗な感じでやってるんで ね、やってましたね、うん、いろんなとこ行かせていただきました、ね、最高です、ね、素晴らしいね。お二人もなんかいろいろやられてて、はいはい、うん、こそ純正さんとか、うん、あの、はい、野球の私ちょっとちょこちょこ見てるショート動画。ああそうなんですよ。そう野球ね。これねちょっと。ああこれ私のユーチューブ。YouTube ね本当に。金沢編。そう。三本立てでね。ね、あの質問コーナーってのぜひ見て本当に。これにいろいろ書いてんだ。そう。あんま見てほしくないんですよね。びっくりするよ本当に。ああね見てほしいでしょせっかくなんでね。ちょっとこれ私の。あのリンゴとかにこうリンゴとか送られてくるときにあの白いなんかネットみたいなのあるじゃん。あるね。あれみたいな服ってやってるから。じゃあ今何あれみかんの気持ちになる。みかんの気持ちになってのフルーツに巻くようなやつのネットのやつ あ,、ねあ, ね、あれ結構お気に入りで。あれいいじゃんね。そうおしゃれなやつ。あれレコーディングの時もあれ着てる。あそうですね。見すぎやって見すぎやってやっぱ共演者のチェックはしないとね。まあまあまあ、まあ、ありがたいですけどね。ありがとうございます。そうなんですよ。僕もね野球の動画上げたりとかやってます。そうそうそう、ね、もうやっぱちょっと野球すぎちゃってね、はいはい、もうちょっとお笑いの動画も上げれればと思ってね、うんうんうん、今年はちょっといろいろ上げていこうかなと、うんうん、はい、思ってます。あの動画好きで結構こう見れるんですけど。 ありがとうございます。なんかあの助走して ね、 ね、あーそれ、うん、それです。あー、うん、へえじゃない説明せ。あそっか。へえじゃないの。あの TikTok でナチョスっていう後輩芸人がいて、うんうん、ナチョスが多分今野球系の TikTok で日本一なんじゃないかな。再生回数、再生回数なんだとか。でそこでまあなんか話してて、僕は元独立リーガーという、うん、まあ、プロ野球選手という形を、うん、やってたのもあって、うん、ちょっと純正さん入ったら絶対面白いんでって。あ、俺も女装セット持ってるわ。まあ、じゃあちょっとあの女奥の女が気になるシリーズっていうのが一応あるんですけど、それにちょっと女性ね、女性。いや一応ねタイトルはそうなんです。そうそうそう。女性って言わ、まあ、奥の女性が気になるシリーズにちょっと出てますんで、はい、よかったら見てください。お願いします。めちゃくちゃ面白い。いやめちゃくちゃなんか再生回数すごいな。すごい。1.7M みたいな。すごい。でもミリオン。野球の姿ぜひ見てほしいわ。あーこれこれこれ。ね、本当に、あーこれねこれね。あ、女って書いてへんわ。おい。あ、でもあそこに彼女より奥の女が気になる。そうそうそう。あれは俺出てないね。そうね。その一番右のクイックって書いてるのと、のそう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 、ありがとうございます。女の子たちのクイックが気になるっていうやつですよね。そう、それで、これで後ろに出てくるんですよ。出てくるんですよ。そう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 。女装役した。ね。こういうの見ちゃいますよね、ショートで。あ、来た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 。あれ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 が手前側が僕なんですよ。手前の方見た感じ女性なんだけど、はい、でもめちゃくちゃ肩強いじゃんみたいな。そうなのよ、ね、こういうのね向こうの奥の方が気になるってやつね、はいはい、そうすごいね。これめちゃくちゃ半袖だからね、はい、すごいテラテラ素材の半袖着てやってるっていう動画なんで、めっちゃ寒かったんですけど、はい、よかったら見ていただいて。これめちゃくちゃ面白い。これね、みふみふは運動神経どうなの？運動神経スポーツどうなんですか？でも競技が苦手で、うん、あれ苦手、はい、なんかただ走るとかは得意な方でしたね。みふみふぐらいの感じがさ、あの野球教えてどれぐらいまでこうキャッチボール成長するとかっていうの面白くない？なんかいや全然いいと思います。この番組でさ、そのみふみふがキャッチボールすごい上手くなるみたいな、追いかける、そう追いかけても野球女子に作り上げる。そう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 。全然いいよ、ね、右投げ右打ち、右ですね。右投げで、はい、打つのも右、うん、右、あ、OK です。あ、だから撲滅リーガーがね、いや独立リーガーやね
俺別に何かを撲滅しに活動してたわけじゃないから。あ、そうなんだ。独立リーグですよ。独立リーグ、撲滅リーグじゃない。撲滅リーグでやってたわけじゃないんで。そう、独立リーグでね。まあまあまあ、全然教えるのも好きなんで、僕は。うん、ちょっとやりたい。やろうやろうやろう。うん。いろんなことやっていこう。確かに。いろんなことやっていこうよ。この番組をさ。急にかかるなって。この番組をさ、みんなで手取り足取りさ。ゲスト来なくなるわ。なんか熱ってなって甘くなっちゃうからキャンセル来ちゃうから。いやいいじゃんいいじゃん。それで、まあね、まあ今日はねこの3人でやるってわけですけど、うんうんうん、コメントありがとうございます。続々とコメントがありがとうございます。スヌゾロさんありがとうございます。野球やってたのもあったので、うん、栄光は君に輝くですね。ああね、定番曲だ。大学社会人プロで野球やってるスレパンもかなって。はい、ああでもで確かにその曲はね、まあ、思い入れはありますけど、うん、そうなんですね。やっぱ僕らの中で共通するのは多分本当に大学の校歌じゃないですか。うんうん、ああもう絶対歌うからね。流通経済大学っていうところの野球部で一緒だったんですけど、うん、その校歌はやっぱ歌うね。うんうんうん、そう思い入れで言ったらそれかもしれない。はいはい、試合とかで歌う。試合で歌うんですよ。そう歌う歌う。母校の応援で。松風うららかに。緑輝き。まだ歌えるっていう。10年前よ。すごい。10年前の。やっぱ染み付いてるんですね。いやもう覚えてるからね。確かに。小学校の時の校歌とか覚えてる？私小学校よりもあの、うん、幼稚園の演歌の方が。何？なんでなんで？なかったですか？演歌。これは面白いぞ。演歌とあとなんか私お寺の幼稚園だったの、はい。はいはい、はい、あるねたまに。のの様の歌っていう歌が。のの様のの様の歌。のの様って、うん、あのおの何ですか？おのののの様。おのの様って何？の多すぎる。おのののの様。お寺にいる、はいはいはい、はいはいはい、お釈迦様っていうんですか？何ですか？うん、のの様。うん、へえ。が、あの教室にあるんですよ。あ、いて。に向かって毎朝歌うんです。のの様。へえ。知らない。で結構大人になると怖いなっていうか、うんうん。いやまあまあまあ。うん、あの歌えるの？歌えます。ちょっといい？はい。ちょっと全部歌って。全部。いやちょっとね。一番だけなんです。最初だけね。のの様は口では何にも言わないが、あなたのしたこと知っているって歌を幼稚園の時に歌うんですけど、これフラッシュバックしてる。フラッシュバックしてる。大人になって聞くと、うん、あれちょっと怖いなっていうか。確かに。いやでもなんかこの帰ってきますよみたいな。そうですね。うわすごい。知っているっていう曲なんだ。すごい。あ、こういうのあるんだ、本当に。のの様の歌って私たちは言ってたの。知っているって曲なんですね。これ知らなかったです。本当にあるんだ。これはもう、はい、もう染みついてんだよね、もう染みついてます、ね。のんのんのの様っていうアイドルみたいな。こっちは知らないかもしれない、私。なんなんなん。お目目をつむり手を合わせ、なんなんなん、なんなんなん、なんなんなん、そんなポップなんですか、この様。J-POP すぎる。本当の J-POP かもしれない。すごいね。マジか。いや僕ずっと歌ってるからか、ね。へー、覚えてるんだそれ、はい。小学校とかもう忘れちゃった。小学校の時はちょっと覚えてないですね。あ、そうか。うん、まあでもやっぱそんなもんだよな。聞いたらね、思い出すんですけどね。確かにね。担任の先生とかは。担任の先生覚えてますよ。はい、高校の時の担任の先生がやっぱ一番覚えてる。強烈にというか。あ、そうなんだ。へー、はい、ほうほうほう。高校1年生の時に担当してくださった先生はめちゃくちゃ覚えてます、うん、そうなんだ、はい、どういう強烈何がかあったんだね。まあ、私はあんま学校行ってなかったっていうのもあって、フレックス性、はい、あで高1の時は行ってたんですけど、自主フレックス、あのよく遅刻してたんです。なるほどなるほど、うん、まあまあまあね。で、あの毎回こう、うん、職員室に呼び出されて雑巾掛けとかさせられてたんですけど。なるほどね。確かにヤンキーって言ってたもんね。いや言ってない言ってない言ってないですよ。真面目ですよ。あ、真面目ね、はい、真面目なと遅刻せんやろ。大島俺の高校の時の生徒指導の先生は、はい、あの馬のさ、あの叩くむちゃむちゃあれを持って授業してた。こわ、あの市内とかがベタでしょ、はい、違うの、市内よりこっちの方が痛いって言って、いやそう、あ、理由もちゃんと悪いんだ。いい答えだなお前、いい答えだ。え、褒めで使うの？え、褒めで使うタイプな、こわ、まあ、よく来たな、よく来たなって偉いな、こわ、そう、それはいたね、変なの、ね、変なの、無理だからね、そんなね。怒る時とか鼻つくぐらいでの距離。
バックトゥザ世代のハゲタカみたいな、ハゲタカみたいな距離感近いなってもうあと一本やみたいな、ね、先生、うん、もういないですよね、さすがに。まあもうコンプライアンスさすがに無理だね、確かに。でしろんその先生も、うん、でもすごいいい先生で、うん、すごい気にかけてくださって、うん、で2年3年は担任が違かったんですけど、うん、あの廊下ですれ違うたんびに、うん、お前ちゃんとやってるかって、うん、あ気にかけてくれるんだ。そう、気にかけてくれてたんですいいいいっすよ。で公認はちゃんとやってるかって言ってくださったんですけど、高3本当に学校行ってなくて、まあ、学校中ひれ渡ったのか分かんないですけど、お前ちゃんとやれように変わりましたね、高3。もう知ってる程度。なるほどね。ああ、そうだったんだね。意外、なんか意外な。みぐみぐそんな感じじゃないもんね。なんかね、うん。おとなしかったんですとか、ね。ああ、なるほどね。そうそうそう。起きれなかったんです。素晴らしいね。いいな。でもこのタイトルが、はい、おととい来やがれ。おととい来やがれ。おととい来やがれとかかってんだよ。かかってるんですよ、これ、実は。おととい来やがれ、おととい。だからなんでおととい。と行き上がれとかかってるんでしたっけ。あのなんか、プロデューサーさんが、はい、今回のタイトルを決めるにあたって、うん、まあ、音楽がいいから音っていう文字を入れたいと、うん、で音と行き上がれ、音と行き上がれ、あかかってるな、うん、でなんでかって言ったら、木谷の写真を、うん、相方のね、カレーの写真を見てる時に、うん、結構木谷の写真がほとんど音と行き上がれっていう顔をしてたからそうなんですねしか俺言えなかったけど、俺的には奥歯ガタガタ顔だったんだけど、どんな顔やな俺は奥歯ガタガタ顔でいつも写真撮ってたんだけど、うん、やっぱ見てる人はおととい来やがれ顔だって思ったんだよ ね、 まあ印象が違うからね、それぞれで、ね、奥歯ガタガタしやがれ、そうそう、奥歯ガタガタしやがれの可能性もある、可能性もあったからそっちの可能性もあったから、そう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 、そうかそうか、そう、じゃあおととい来やがれだから、うん、そうです、で俺らもなんか、うん、この好きな曲とかあるんでしょ、はいはい、そうですそうです、それ言ってんでしょ、はいはい、今日もじゃあなんか早速そんな音楽の話します。いいじゃん、やりましょうよ。なんかそれぞれ持ち寄ったんですよね、はい、持ってきました、おのおの好きな曲を、ね、うん、1回目だということで、いいじゃん、はい、誰からいきますかね、これは、うん、あ、じゃあ僕からいきます、じゃあ純正からいくか、あ、いいですか、うん、僕が、持ってきたのは、レオルさんという女性アーティストの曲で、うん、第6巻という曲なんですけど、はい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 、これ僕が何で好きかというと、サビがとってもいい歌詞なんです、うん、で僕が独立リーグを受験するにあたって29で受けたんですよ、うん、独立リーグって受験っていうの、あのトライアウトがあるの、トライアウトでしょ、トライアウト、トライアウト、受験じゃないか、受験って何独立リーグ受験っていうの、引きはなかったです、ごめんなさい、引きなかったです、引きなしです、実技です、うん、でそれを受けるにあたって僕、新庄剛志さんが、うん、今日ハムの監督をやってて49歳で、うん、12球団トライアウトっていう現役にまた戻るための、ね、トライアウトを受けたんですよ、うん、で年とかも関係ない、新庄さん知ってる、新庄さんは、ね、わかります、あの有名な、わかります、はいはい、あの人の、うん、トライアウト受験を見て、うん、うわすごい、もう何歳になっても挑戦する気持ちが大事だと、うん、で僕はもう独立リーグで29で受けるのはだいぶ年上なんですけど、うん、そっからスタートするにあたって、しかも芸人っていうね、その立ち位置でね、っていうところで、とっても元気をもらった曲なんですけど、これサビちょっとじゃあ流していただいてもよろしいですか、レオルさんの第6巻です、え何のこれですね、これね実はあのボートレースのあの CM、ね、そう聞いたことある、そうなんです、サビで多分聞いたことあるんですけど、皆さんね、これの歌なんです、これね、サビで、うん、あの今が一番若いのっていう歌詞があるんですよ、うん、確かに何を始めるにも今が一番若くなるじゃないですか、来年やろうとしたら絶対1歳でした、あ、なるほどなるほど、今やる始めるのがやり始めるのが一番若いよねっていうサビになって、これがね、これです、あーなるほどね、ポートレース、あー、ありますね、そうなんです、これに僕はもう元気もらって、うん、まあトライアウト受ける日もこれ聞いて、あーそうなんだ、このね女性アーティストレオルさんっていうんですけど、はい、うん、この人もともと歌い手出身なんです、へー、もともと歌い手出身って、今歌手やってるから歌い手出身、あっという間にニコニコ動画とか、ニコ動画、あ、そういう歌い手、あ、なるほどね、な、素人じゃないけど、うんうん、歌ってみた系、歌ってみたとか、ヨネケンもそうだよね、ヨネケンも最初ね、ヨネケン、
ヨネスケの方かと思ったら、ヨネケ大しゃもじ出てきた頭の中に。ヨネケも確か最初その作る方かなんかでね、そうなんだ、うん、作る方でしたね、あ、そうそう作る方でね、はいはいはい、だからもうこの人もそれで自分の曲を出し始めて、おうおう、今やもう、YouTube でソロ女性アーティストの中で一番登録者数が多い、人でもあるんですよ。そうなんですね。結構知ってる方も多いんですけど、このちょっと甲高い感じの声が特徴的で、145センチなんですよ、身長。あ、なのにライブの映像ぜひ見ていただきたいんですけど、すっごい声量で、どっから声で出んの口から音源、ザ・口から音源の方なんで、口から音源、そう、もう曲ごまかしなし、そのまま、すっごい人なんで、よかったら聞いてみてください、ね、ぜひ皆さんね、ありがとうございます。レオルさん、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。紹介来てないのにお会いしたいけどね。じゃあ次ミフミフ行く、じゃあ私行きましょうか。はいはいはい、私女性アイドルがすごい好きで、うん、あ、そうなんだ。高校時代とかも AKB とか、はいはいはい、で握手会行くほど好き。あ、私も行ってましたよ、握手会は。はい、でした。大好きよね。ちなみにどなたが好き？ねえ、ちょっとね、当時の曲がね通過してただけなんで、あれですよ、はいはい、川栄里奈、あ、おえー、さん、じゃあまだ研究生、研究生の時に行ってた。すごい、それはタイミングで言うと、でも神セブン、でもその辺とか、要は、ね、涙サプライズとか、はいはいはい、ポニーテールとシュシュとか、はいはいはい、あの辺の高校時代なんでね、はいはいはい、それ聞いてて、で握手会も地方にね、全役みたいに来るでしょ、うん、はいはいはい、あの時行ってた、はいはい、そうそうそう、ライブも行ってたんだもんね。ライブも行ったことある。すごいよな、ね、世代だなって。だから女性アイドルが好きで、今すごいハマってるアイドルがいまして、はいはい、それこそ AKB の指原莉乃さんがプロデュースした、あのイコールラブっていうあのアイドルの姉妹グループで、リアリーイコールジョイっていうアイドルなんです。はいはい、すごい、まだ除菌ができるじゃないね。違います、そのジョイじゃない、そのジョイじゃない、違います。お皿に黄色いのでピンじゃないあれかでもほんとフレッシュな子たちが、フレッシュもあるよね、洗剤あるフレッシュのあるね、洗剤じゃないですけど、僕らに優しい方、揃ってるグループ の、うん、笑ってフラジールって曲があるんですけど、はいはい、この曲はなんかその頑張ってる人を応援する応援歌みたいな、うん、あ、いいね、で結構落ち込んだ時とかに聴いたりとかする曲なんで、はいはい、ちょっと流してもらいます、ね、いいね、音楽大事だよね。そうなんです、うん、やっぱ彼女たちのフレッシュさがまたちょっと、はいはい、またなんていう、背中を押してくれるというか、フレッシュな声とかに背中を押してもらえる、どういう時に聞くの、どういうアイドルの曲とか。でもテンション上げたい時とか、あ、テンション上げたい時、朝とかに聞くことが多いかもしれない。あ、なるほどね、帰りよりも、ね、うん、時が音楽多いですか、なんかありますか。はいはいはい、これですね、来ました、はい、思ったより多い。そうなんです、12人まあまあ、12人が、はいはいはい、すごい私も好きな、うん、歌詞がありまして、うん、Cメロの部分、はい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 、夢見ることは自由、大人はそう言うけど、うん、夢見てられる環境は平等じゃないって歌詞があるんです。うわー、なんかわかんないなちょっともう一回言ってもらっちゃうか夢見ることは自由だって大人たちは言うけど、夢見てられる環境は平等じゃない。なるほどね、環境だったり、はい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 、自由の関係してくるね、うん、はいはいはい、だからこそ手に入れたチャンス、結果、はいはい、チャンスを、うん、握りしめて、うん、頑張って君を私を応援するよみたいな。はあ、なるほどね、すごいなんか勇気もらえるんです。なるほどなるほど、いい、価値、あ、歌詞に共感をするタイプ。なるほどなるほど、あ、純正さんはどっち、歌詞、これ歌詞、あ、歌詞タイプなんだ。あー、なるほど、僕はあんま歌詞とかじゃないんですよ、どっちかというと、マインド系、どっちかというとその曲とかで出ってくる、だから正直どんな歌詞でもなんかいいサウンドだったら好きってなるかもしれない。あ、そうだね、うん、でもまあ俺もそういう時は全然ありますからね、うん、あるある、やっぱすごいよね、でも、あ、そっか、そうなんです、
頑張ろうとか、例えば舞台やってるから、はい、で歌詞はあの指原さんが書いてるので、あそうなんだ、結構やっぱそのアイドルやられてたじゃないですか、うん、だからその彼女が書くからこそなんかより深さがあったりする、力あるねなって、サシコのくせにね、同い年だからそうそうなんだ、サシコのくせにっていうのを自分で言っててね、新世代ね、うん、いやキダニジェネレーション、いやいやここも一緒や取り合う世代を取り合うコンビだから同い年よ、純正世代いやキダニジェネレーションで覚えてます変な取り合い底辺の戦いしてるアフターダミンキーどういうこと説明よ、ご説明よ、あとあとあとかい、そう、はい、そんな感じで、でもアイドルの曲って基本的にそうだよね、なんかもうだってテンション上がるっていう、俺らもアイドルめちゃめちゃ聴きますから、うん、俺もそれこそまあ地下アイドルって言ったらあれだけど、はい、みんな知らないようなアイドルの曲をめちゃくちゃ聴いてますから、うん、そうなんですね、そればっかり、そうそうそう、ぜひちょっとニアジョイちゃんも聴いてみて、うん、はい、ニアジョイと、ね、最近ソニーでデビュ ー, ーメジャーデビュー、メジャーデビューして、ま、ね、1年ぐらいしか活動してない、うん、じゃあこれからっていうところ、これからのアイドルなんでぜひ皆さん聴いてみてください、チェックしてみてほしいですね、みずみず自分の曲は聴いたりしない、自分の曲も聴きますよ、聴く、はい、聴きます、聴きます、いつ、ね、どのタイミングで、どのタイミング、うん、どのタイミング、お腹空いてきたなあ、一番から好きこ聴けるいや、でもなんかふとした時に聴きたくなる瞬間とか、あ、ある、なんか、あ、いいね、なるほど、聴いたりとかして、いいよね、はい、自分の曲ってどうなんだよ、俺は持ってないから分かんない、感覚が、うんうんうん、ね、恥ずかしくなるのか、はい、やっぱ聞いて元気だそうなのか、どう、あ、この人歌うまいな私だったじゃ、そんなのないの、それないの、アホすぎるアホすぎる、誰だろうこれって押して聞いてみて、あ、いい曲だな、そうね、ではないですけど、なるほど、はい、じゃあ木谷さん行きますか、はい、あ、最後僕ですか、はい、僕はね、やっぱ皆さんね、僕もアイドル好きだったんですよ、うん、さっきも言ったようにアイドルかな、 AKB とかも好きで、うん、そうで僕もそのアイドル好きになって、はい、あ、でもさっき言ったように元気もらえるなみたいな、ちょっとかぶっちゃうかもしれないですけど、ちょっとアイドルで、はいはい、僕のこの曲なんですけど、キラキラ系、はい、なんだろう、あの We Are The World っていう、どこがやねん、あの曲なんです、どこがやねん、すごいキャピキャピした人たちがね、いや、わかんないよ、夢を追いかけて、知らない We Are The World の感じ、ああそうそう、確かに世界的じゃないもん、まあ、勘違いしちゃダメよ、そうそうよ、 We Are The World って、いやごめん、あの曲じゃないよ、なんだ、違うよ、曲からいただけますかね、そうお願いします、曲からこの曲ですよ、ちょっと皆さん勘違いしてまた困ります、本当に、あ、そうそう、入りがこんなねキラキラしてるでしょ、うん、確かに入りキラキラ、まだわかんない、まだわかんない、そうそうそう、どっちかいい、これいいでしょ、壮大な感じがいいね、またすごい、うん、はいはいはい、ね、え、映画の最初っぽいじゃん、なんか、あ、確かに、うん、いい入りやね、いいでしょ、うん、これがいいのよ、このね、この子たちがね、店長とか最近多いからね、デカーザチャーン、めちゃめちゃウィアーザワールドやねんかよ、おい多すぎやろこれ何人組かのグループで、グループどころじゃないめちゃくちゃユニットなのこれすごいね、世代的アーティストの集合写真、 いや、いい曲だよ、本当に、いや、確かに、まあまあまあ、ね、世代を超えて、まさか、そうそうそうね、私、中学校の時に英語の歌で、確か、あ、聞いた、歌ってますよね、僕は音楽の授業で聞いた、やる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 、ね、もう学校に組み込まれてるぐらいの、そう、あるなんか、いい大人がマイク取り合いながら歌ってたんだよね、なんかマイク取り合いながら、そうこうやりながら、そうそういいなぁ、すごいのよ、シンディーローパーのシーンが好き、シンディーローパーのシーンね、シンディーローパーが好き、いや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 みんなそこはカラオケで真似するところですよ、ね、そう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 あ、ここマイケル・ジャクソンだけ別撮り、あそっちをやっぱりすごいから、はい、確かにね、これはね、なんだろう、なんて言うんだろう、これはやっぱりこの曲調も踏まえて、はい、やっぱり走り出したくなる時とか、嘘でしょ、ちょっと食べ過ぎたな、ちょっとランニング行こうかなときに、ウィアザワールド、ウィアザワールド大丈夫、入り歌い出しなんだっけ、レカザチャーン、いけるか、走れるか、さ横になる瞬間やぞ、そうそうそう、疲れたの時に聞く、疲れたーん、疲れたー言うてるやん走れんやん、そんなあいい曲なんだよ、だから確かにウィアザワールド、あ、そうか、最後ね、あのレイチャールズが ね、 あ、そうだね、来るわけよ、はいはいはい、カモンバナナヘッドっていうとこがあるんだけどだっけ、カモンバナナヘッドってどういうことやろって中学校の時ずっと思ってて、カモンバナナヘッドっていう、 なんて言ってんだろうね、わかんない、なんだろう、だからバナナの形したやつがいたんじゃない、なんか来てんだろう、
そういうの。そう、あ、ここね、うやーざっていうのも多分。ノッポさんが来た。そうそうそう、あの低周波やられながら歌ってるから。うやーざ。ビリビリ。うやーざチーム。やっぱプロだね。そうそうそう。プロだね。低周波やられても歌うっていう。プロ。どんなやね。うやーざ。気づいてないね。嘘だろ。そう。すごいいいよねこの曲ね。松ありでやってんだこれ。素晴らしいです。ありがとうございますよ、この曲ですね。いやコメントもね。皆さんもぜひあのカモンバナナヘッドってとこ聞いてください。あの各自で最後ら辺でね。聞きます聞きます。あるんでね。ありがとうございます。いい感じでね。そうそうそう。ちょっとさっき英語の時間のね歌とかやるって言ってた。僕の学校でもやってたんです。そんなことないよ。あるわ。お前があったやん。あ、そうそう。あったんですけど、あのまあ先生の好みもあったのか知らないですけど、めちゃくちゃ難易度高い曲で。おお、何何何。あのガールフレンド。ガールフレンド。Hey hey you you I like a girlfriend. No way no way. Singing in the new one. しゃぶしゃぶ。アブリルラビン。アブリルラビンの。しゃぶしゃぶじゃない。しゃぶしゃぶラビン。しゃぶしゃぶラビンってね。それただしゃぶしゃぶ好きやん。しゃぶしゃぶ愛好家の方やん。しゃぶしゃぶラブ。しゃぶしゃぶラブじゃない。ラブってね。アブリルラビンの。はいはい。あのガールフレンドなんだけど。それ歌うの？いや中学3年でそれを歌うの授業前に。流行ってたか流行ってた。みんな思春期で、みんな思春期だからそんな同じテンションで歌えないじゃん。1時間目英語の時とか最悪よ。確かに。全員 Hey Hey You You I Don't Like Your Girlfriend No Way No Way Thinking Need a New お経かみたいな。なんでこの曲歌ったみたいな。疲れた。疲れたじゃないの。2曲目っていう。編曲しちゃってるよ。先生大好きすぎやん。っていう思い出もなんか思い出しちゃった。アブリル・ラビーはあの日本大好きなんですよ。あ、そうなんですか。日本のそう親日家でなんでですかって聞いたら、あの、うん、服のサイズが私にぴったりって言ってて、アメリカってやっぱサイズが大きいらしいんですよ。でアブリル・ラビーンさんはあもちろん小さい感じで日本のサイズに合ってて可愛 い感じでサイズが多いのが日本だって言ってて、だから服を買いに日本に来ることもあったって言って。そうそんな感じでね言ってましたよ。あ、そうなんだね。ねえ、何でも知ってるね。何でも知ってる。俺全知全能だから。あ、すげえ言い切った。全知全能だから。言い切ったし生き切った。やべえやつだ本当に。ね、あ、コメント来てます。ありがとうございます。たくさん来ておりますね。ざまーす。ありがとうございます。たかこさんから。あ、たかこちゃん、はいはいはい、質問です。お三方の休日の過ごし方は。これ言える範囲ね。はい、あ、言えないことしてんだもん。言えないでもいい。言えないも OK だ。NG ないんで。言えないでも OK。 この番組 NG ないんで。なるほどね。休日か。うん、何でも何でも。じゃあ純正さん僕いきます。僕ね、あの変な話休日ないんですよ。ああ、なるほどね。まあ今忙しくしてるから。何かしらはあるんですよ。まあバイトもしながらなんですけど、でライブがある日で、ネタ合わせだけの。ああ、そうね、うん。何かしら絶対あるんで、やるね、うん、休みがなくて、オフが来た時に、何しようってめっちゃなる。逆になるのね。そう。だからもう、横になって家から出ない。ああ、めちゃくちゃ僕、デブ症なので。あれ、家にいて何してんだっけ。あの、天井見てます。寝てるか天井見てる。ずっと天井見てんの。ずっとこう、天井見てる。ベッドの上だな。そう。めっちゃ寝くる、寝くるなって言ったらあれですけど。いや、で、わかるわかる。外出ない。うん、誘われたりして飲みに行くはギリあるっすけど、うん、行きたくない時もありますし。僕も一緒です。でも、もし本当に休みをあえて、じゃあもうちょっと頭パンクしそうだからとか、ちょっと疲れたから休み作ろうって思って作った時は本当に家から出ない。もう家にいる。ずっと本当に。これまずいです。大丈夫かな。私もなんですよね。ね。ちょっと待って。これ今まずいなと思います。インドアに仕上がれに変える。うちに嫌がれだ。うちに嫌がれで。私も基本休みないので。ないよね。あえて休みを取ったとしたら何するかって聞かれたら家から出ないで寝るっていう。これはとんでもねえ番組始まったぞ。これね。今日無理してきてんだみんな。でもこれね、あの、人ってね、太陽を浴びる時間、一緒になるんじゃないかっていう説があって、例えば、あの、人生の中でね、僕らで野球してたから、もう本当に毎日のように外で、太陽の光浴びてたから、だから大人になって、もう太陽の光浴びたくないってなって、浴びすぎて、浴びすぎて、だから家のインドアになるっていう。逆に、あの、子供の頃そんなに家でない人たちが、大人になって、アウトドア、方面に走るんだって。キャンプが好きになったりとか、ちょっと昔やってなかったけど、スポーツ始めてみようかなとか。いるいる。で、結局人生のトータルで、あの、日の光を浴びる時間一緒になるんじゃないかって。へー、面
白い。そういう説があるらしい。確かに私病弱だったんですっていうすっごい活発な人いるわ。ね今ね昔からそうでしょっていうとなんか取り戻そうとする可能性があるから、はい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 、そういうのもあるんだ。そうそういうのあるみたいよ。睡眠時間は均等になるって聞いたことあるの。ああなるほど。なんか人が寝れる睡眠時間って一緒らしくて、それに合わせてなんか体調が決まるとかは言うね。ねえ。まあ、寝てなかったりしたらちょっと寝たきりじゃないけど、はいはい、寝る時間が多くなっちゃう生活になるみたいなのは聞いたことありますね。なるほど ね、まあ、休日の過ごし方がねなんかちょっとあんまり広げられないっていうね誰一人として、うんね、高子ちゃんごめんね。ね、すいません。ごめんね、みんなデブショーでした。デブショーでした。ターごめんターごめん。ターごめん。すげえ。まあごめんみたいな。まあちゃんごめんね。高子ちゃんごめんね。まあちゃんごめんね。続いてのコメントちょっといこうと思います。新流さんコメントありがとうございます。新流さん。僕の思い出の曲は、うん、子供の頃保育園に行く前に毎回見ていた開けポンキッキのエンディングに流れていた曲です。うん、当時はその歌が誰が歌ってるとか歌詞がいいとか考えておらず、うん、当たり前のように聞いていました。タイトルは確かカモメが空をだったと思います。なんだろう、あのワニがさあのオープンカーに乗って海沿いを走るやつ、ね、あの映像あるけどキキあれじゃなくてシリーズが違うからさみたいな。だからこれはほら開けポンキッキだから開けポンキッキ、あじゃあちょっと後かな、えカモメがかだからハーパーライハーパーライハーパーだとあのメジャーリーガーなんかブライス・ハーパー出てきちゃうその曲じゃないのじゃないじゃないじゃない、えなんだろう、えなんて名前タイトルもしかしたらカモメが空をほらほらハーマーラー、いやいやいやそれカモメじゃなかった、カモメが飛んだ日、カモメが飛んだ日、全然誰も飛んだ方の日、そうえ ありますかね、え、はい、流せたりするの、確かにカモメが、ね、今ちょっと、まあね、調べていただいてますけど、ポンポポンポポンポポンキッキが見てたよ、見てた見てた、うん、めちゃくちゃ見てた、なんか小さい頃にやってた記憶、ね、あのさ椅子並べてラインダンスするとかもあったじゃん、あった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 、そこまで覚えてないかもしれない、あったあったあった、ピンちゃんがいてね、そう、あとじゃんけん、じゃかじゃかじゃんけん、じゃかじゃかじゃんけん有名よね、じゃんけんポンのやつ、そうそうそう、じゃかじゃかじゃん、じゃかじゃかじゃん、じゃかじゃかじゃん、イエイ、じゃかじゃかじゃん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 じゃかじゃかじゃんペンポン、これだ、新流日記、これ、これですか、これっぽいね、これなんだわ、誰が歌ってるの、みたいな、ちょっとウィアザワールドあるな、壮大感だ、なるほどね、ああそうなんだ、いいね、カハシカツミさんという方なんだの曲で、あだからあれだよ、本当にさっき言ったようにその、うん、曲がとか歌詞がって分かんないけど頭に残ってる曲ってある、子供の頃もしかして調べて出せるかもしれない、確かにそれは面白いんですよね、全然全然コメントで ね、あるある、この番組で流れてた曲とかもあればね、うん、もしかしたらこっちも知ってるかもしれないし、あちょっとはいどうぞ、新流さんつながりで、つながり、あ新流さんね、はい、うん、3人に質問です、うん、自分で買った初めての曲は何ですかって、自分で買った CD ですか ね、 ね、僕これ覚えてます、イナゴライダーの、デビューシングルかな、なんかキットカットの CM で使われてて、キットカットを買うと CD がついてくるっていうキャンペーンあって、はい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 、僕ツタヤ行ってキットカット目的で一応それ買って、なんだっけな、空を見上げて、じゃあ空に歌えばじゃないの、それかな、うん、有名な曲でしょ、そう、語り明かしたララ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 、なんていうの、歌詞覚えてないとこ一緒なんだよお前わかるわかる、それです、ナナオライダー、ナナ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 ナ、そう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 、はいはいはい、あ、これ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 、よう出しましたね、これ、これ電池じゃないのこれ、電池じゃねえよ確かになんかエネルギー電池じゃないのこれマックスみたいなやつ、これ買いました、早いな、すごい、すげえスタッフさん、これがもうパッケージなんだ、まさにこれ買ったんですよ、なるほどね、お母さんが電池と間違えて買ったんじゃないのこれ、違うわ違うんだ、赤いタイプの、赤いタイプ違うわ、これこれ、うわすげえ、ありがとうございます、これが僕一番最初に買ったシーン、はい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 、はい、すごいね、カレーさんは何ですか、うん、俺なんだろう、本当に覚えてないけど、あの団子三兄弟とか流行ってて、あそれはだってでもそれってでも親と買ってるでしょ、まあそうですね、子供の頃、自分がなんか8センチの時でしょ、そう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 、うちにもありましたよ、そうそうそう、あったあった家にあれあったあった、あれとかあと大ヒット、ま、などボンジョビとかかな、なんか買ったの、洋楽が好きなの、洋楽一家だったから、あそうなんですね、あの家族でボンジョビのライブ見に行ったことある、へー
そう、マジで全部歌えるよね。そうそう、全部歌える。カラオケ行ってボンジョビ歌うし、あの端から端まで全部歌える。そう、大体そうやろ。大体歌えるよ。そ う, ね、そうなんですね。そう、ボンジョビもあるけど、まあ自分で買うってなると線引きが難しいね、覚えてないから、ね、うん、まあね、そうですよね。ミフミフは、私は、私もあんまりちょっと覚えて、その時やっぱあの、やっぱツタヤで CD を借りて入れるっていうのをやってた。あんまり CD を買うっていうことがなかったんですよ。 MD は CD の世代。あ、そうなんだ。俺 MD に MD めっちゃ入れてた。めっちゃ入れてた。あのレックめっちゃ押して、自分でちっちゃいもので、あれめっちゃちっちゃいんや、あのセットリストさんが。ウォークマンとか。ウォークマン、そうそうそう、MP3 に変えてやったりしたんですけど、はいはいはい、初めて買った CD といえば多分ですけど、まあまあ、その SKE48 の 1,2,3,4 よろしくね、が多分その握手会行くために。あー、なるほど。いいね。あ、それもでもあるかもな、それな。それか AKB のやつか、ちょっと今記憶が定かじゃないですけど、そうですね、なるほどね。 AKB とかアイドルの CD が多分初めてです、ね、なるほどね。アルバムは俺らあります。アルバムむずいけどな、ちょっとで終わっちゃうじゃん。あ、もうあの、あと5分、あと5分で番組が終了だった。やだー、何、早いですね、やっぱ、うん、あっという間、3人で喋ってるだけでもあっという間です。すごいね、ゲストさんいらんな。いや、曲出てくるな、でも本当に。いや、本当なんかやっぱね、出てくるね、思い出は絶対的にありますから。お二人がすごい曲が好きなの。いやいやいや、最後にもう一回あの歌っとく、あの幼稚園の。あ、そうだね、うん、あの、のの様、のの様のやつ。ちょっと待って、歌うか。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。のの様は口では何にも言わないが、 あなたのしたこと知っている。怖い、知っている。怖いよ。ストーカーの歌。安倍真央のストーカーの歌みたいな。怖いな。今日夢出てきそうやな。のの様、のの様の、のの様に向かってみんなで、ね、でそのカップリングであの J-POP もあるんだよね。J-POP カップリングじゃない、あれ。カップリングじゃない。なんなんなの様、なんなんなの様っていうのがあるから。絶対違う。つつつつつみたいな。チーンじゃないのよ。チーンじゃないのよ。ありがとうございます。はい。いや、思い出の曲だけでこんなねあるんだとびっくりする。いや、本当にそうですね。じゃあ今後はさ、テーマを決めてさ。そうなんですよ。そうなんです。じゃあ次回のテーマどうしましょうか。次回が2月14。うん。もうぴったりバレンタインじゃないですか。ああ、じゃあもう。初恋でいきましょう。おう、初恋、初恋にしますか。初恋にしましょう。初恋にしよう。初恋ね。初恋で恋のテーマでっていうので広げたらいいじゃないですか。初恋といえば、初恋といえばとか、ね、思い出す、自分が恋してた時の曲ってあるでしょ。あるのよ。前回はアキちゃんがいて、ミキちゃんがいて、話したのはやっぱ失恋ソングみたいな。なあ、だからそのトークはしたんだけど、それはだからあの視聴者さんは、はいはいはい、自分の中でこう派生していいから。そうだね。そう、初恋から、うん、初恋、そうだね、そうなんですよ。だからそれを考えて、その人聞いたらあの時好きだったなっていう感情がね、うん、そう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 。あ、俺もめっちゃあるわ。ある、めっちゃくちゃある、ね、そちらをテーマに、じゃあちょっとね、準備しておきましょう。ゲストさんも招きながら話していこうかなと思います、はいはい、ありがとうございます。なんか告知があるみたいで、あ、どうぞどうぞ。すいません、はい、私ですね、2月の8日から18日ですね、うん、渋谷の渋劇というところで、はい、引き結び、紡ぎ結ぶは約束の糸という舞台に出演いたします。歌いいです。すごい、素晴らしい。これあの昔話をテーマにしている話ですね。なるほど。桃太郎とかぐや姫と金太郎が出てくる。で、あの浦島、あ、浦島太郎ごめんなさい、間違えました。桃太郎、ややこしくなっちゃうどこ間違えたの、ややこしくなっちゃうよ。桃太郎鬼退治に行くじゃないですか、はいはい、その後の話で桃太郎が鬼退治に行った後帰ってこないんですよ。ああ、なるほど。で、その後のお話、面白い、い面白いかも。そうなんですよ。すごい面白いかも。面白いです。ちゃんと聞いてないからね、はい、まあ、盾があったりだったりとか、本当に衣装も豪華で、なるほどなるほど、横もあるでしょ、その盾もあるし、舞台は盾もあるし、余裕もあるし、奥行きもあるし、何の話してるの。急にそのステージの話。そんな舞台となっております。もしよかったらぜひ皆さん見に行きましょう。私のあの X の方に情報載ってますから。鬼ヶ島になってるやん。そうなんです。そうそうそう、あそこでね、何が行われてるのかってことでしょ。私はあの役としてはその猿、キジ、はいはいはい、全部言いました。全部言いました。
マイプレイヤー。マイプレイヤー。記事というか鳥居の娘の役、うん、はいはい、そういうストーリーなんだ。子供たちが出てくるんですね。それの犬の猿、それ鳥の子供たちが、はいはいはい、子供たちが今度お母さんたちを迎えに行くっていう。なるほどね。そこからものなんだ。あ、お話と面白いです。はい、ありがとうございます。僕らは、事務所ライブが、うん、あります。それが2月の、はいはい、なんぼでした、純粋さん、ドミトリーエンターテインメントという事務所なんですけど、うん、事務所ライブ、ドミトリーライブというのがありまして、はい、それが2月18日、はい、あります。池袋の東口劇場という場所で、はいはい、1時半から、そう13時半ですね、うん、行われる。またこれは私の、旧ツイッターでやりますんで、書きますんで、旧ツイッターで書きますんでお願いします。はい、ぜひぜひ、はい、お願いします。じゃあ皆さん最後に笑顔でいきましょう。はい、バイバーイ。そんなぬるっと終わるの？そんな終わり方って言って。じゃあまた来週も、はい、音楽とよろしくお願いします。以上、スレパンゆきの嵐に仕上がるでした。ありがとうございました。違うんだよな、勘違いしちゃうんだよな、みんな。ありがとうございました。スレパンだと思っちゃうな。